なんでそこで葛藤するんだろう。お、葛藤しない男。葛藤しない男、ホリエモン。全く葛藤しないです、そこで。そういう引っかかりない？全くない。いや、じゃあ自分の中にないとして、宮崎駿の引っかかりを分かってあげる感じない？人の心ないって俺聞いてんだけどさ。なんでそこで悩むのかが理解できない。片思いも恋愛ですよね。片思いも恋愛。貧相な両思いと、うん、かっこいい片思いがあったら、かっこいい片思いの方がいいかもわかんないじゃないですか。よくないと思います。よくない。はい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 。ホリエモン、堀江貴文さん、まあ、僕にとって割と古くからの知り合いなんですけども、これまでもですね、このゼミで対談したりですね、まあ、本の紹介したり、僕の方が一方的に語ってみたりとですね、何回も彼の話してるんですけども、まあ今週のですね、岡田斗司夫チャンネルではですね、まあ、このゼミのアップグレード動画では、ホリエモンに関する動画をですね、ちょっと4回まとめてお届けしようと思います。こんばんは、岡田斗司夫ゼミです。ということでですね、ホリエモン特集第1回目の今日ですね、見てもらうのは、今から8年前にこのゼミで行った対談動画なんですね。で、対談といってもですね、特にこれについて話しましょうというんではなくてですね、質問者から届いた、メールをですね、次々になんかこう、どうもどうもというふうにトークにして2人で話してるだけなんですけども、当時ですね、ちょうど宮崎駿の引退記念作品、風立ちぬがですね、公開されたばかりなんで、その感想を聞かせてほしいと。まあ、彼は飛行機も好きだし、見てるだろうと僕は思って聞いてみたんですけども、ところがですね、堀江も見てなかったんですね、風立ちぬ。なので、まあ、本来なら、いや、見てないんですよ、すいませんで終わるはずだったんですけども、そこから話を広げて、まあ、割と細かいところにですね、突っ込んでですね、堀江もんという人の考え方や人間性とか、あとね、恋愛観のところまでですね、まあ、40分ぐらい語り合ってるんですね。で、明確にいや、この話がテーマですっていう動画ではないんですけども、ちょっとね、堀江貴文という人がわかるですね、動画になってると思います。この動画はですね、2013年です。8月5日に配信した、岡田斗司夫ゼミ第30回、もうかなり昔の作品ですね、アップグレードして再配信します。動画が終わった後にもですね、アップグレード情報あるので楽しみにしてください。それではここから無料動画スタートです。これをアンケート今から取って、まあ上の方から答えていくわけね。はい。はい。ここなんか、30秒ぐらいで結果を出します。ここなんか雰囲気いいっすね。いいっしょ？なんか、これ、こういう感じだと、これまたいいですね。ニコニコ生放送で、教養っぽい感じ。教養っぽい。だからね、みんなね、スタジオってかセット組むのが安っぽすぎるんですよ。で、本当に自分のセットじゃなくて趣味で組まないとダメです。これ僕本当に自分で使ってる書斎だから、そういう風にした方が絶対いいんですよ。でこれ全部自分の好きな本しか置いてないし、そっちの方にした方がいいのに。僕でも本はやめたんですよ、紙の本。もう全部。はい。Kindle とかああいう風にして。はい、もうだから憲法も今日なんか取材受けて、はい、いや、おじさん憲法にしたいんですけど、いや、じゃあもう PDF にしてくれっつって。じゃあもうここに、本棚に、Kindle Fire とか、うん、iPad を並べて、そこに好きなもの表紙出しときゃいいじゃないですか。Kindle Fire と、はい。Kindle Fire と、Kindle Paper White。Paper White ぐらいしかなくないですか、うん、ああ、iPad 使わない？漫画読むときに Kindle って反応遅いでしょ？いや、でも漫画、ペーパーホワイト結構いいっすよ。あ、ほんと？はい。僕、ペーパーホワイトで結構読んでます、ね。あれ、ペーパーホワイトで漫画読むときの、ちょっとにじみがすごい気になって。それはやっぱマニアックな感想じゃないですか。まあ、にじみは確かにありますけど、僕はそれよりも、やっぱりこう、はい、例えば軽さもそうだし、うん、バッテリーの持ちもそうだし、うん、あと、結構明るいところで、何の問題もなく読めるっていう。うんうん、僕はこの間、ニースのビーチで、はい。はい、こうすごいさんさんと照りつける太陽の中、下でこう読んでたら、うん、すっごい綺麗に読めて。俺ね、ニースのビーチで読むようなやつの意見を取り入れたかねえよ。出ましたよ、アンケート結果。はい。はい、風立ちぬの感想。本当？僕ね、ごめんなさい、風立ちぬ、うん、この間試写会行ったんですけど、うん、10分遅刻して行ったら入れてくれませんでした。え？東宝なんで、うんうんうん、東宝の試写室って、もともと厳しいんですよ。はいはいはい。なんか遅刻すると入れてくんないし、うん、さらにその、なんかジブリは、すげえなんか、すごい人気らしいんですよ。はい。ジブリの使者って。人気です、人気です。そう。だからもう本当にちゃんとギリギリだと多分入れない、とかって言われて、うんうん、でもうちのドライバーが新人くんが入ってて、はいはい、新人くんがぐるぐる回ってる間に、
なんかたどり着かなかったみたいな。で、結局見れず。見れず。このまま見ない？じゃあ見るんじゃないですか、どっかで。おぉ、はい。はいはいはい。まあ、時間がないんですよね。今はガラス付きですよ、映画館って書いてある。そうなんだ。そんなことない。そこそこ流行ってんじゃないの？どうなんすか？昨日今日映画館で見た人います？ちょっとコメント欄で答えてくれますか、うん、ドライバーにどう謝罪させましたか？目的にはすっごい見たい感じですけどね。はいはいはい。雰囲気的には飛行機ものでしょ、うん、今日見たけど混んでた。ああ、まだ混んでる。で、要は、あれは、うん、まあわかんないです。僕見てないからあれなんですけど、はい、宮崎駿さんはなんか戦争とか嫌いなんだけど、うん、その、戦闘機は好きっていう。うん、でも戦争シーンゼロですよ。戦争シーンゼロ？ゼロ！すごい！あの内容で戦争シーンゼロってありえないんだけども。ゼロ。いや、僕も戦争嫌いで戦闘機は好きですよ。うん、あ、はいはいはい。だけど、うん、なんだろうな、宮崎駿さんみたいには言わないんですけどね。いや、だから戦争がなくなって平和になった方がいいし、うん、戦争なんか行かない方がいいんだけど、うん、なんだろうな、こう、あの人原発とか嫌いじゃないですか。嫌いですね。なんかね、こう、不思議な感じがするんですよね。だから、いわゆるなんかガチ左翼みたいな感じの人じゃないですか、どっちかっていうと。はい。古いタイプのガチ左翼じゃないですか。はい。だけど、僕も結構誰かに言われたんだけど、うん、堀江さんって結構、思想的には左翼っぽいっすよね。ああ、そうですね。って言われてるんですけど、はい、意外とこう、ネットの人たちから言うと、うん、なんか、そうでもないみたいな。まあね、右翼はフジテレビ買おうとしないですからね。うん。左翼右翼で分けちゃうと。うん、宮崎さんも、その、もともとはガチ左翼っていうか、もう本当に運動家でしょ、うん、その、大学紛争とかやってた人だから。うん、だから、思想的に抜けないけど、ただ今回の映画はもうそこを脱却したんですよ。脱却したん、はい。ガチ左翼だったんだけど、俺は本当はそうじゃないんだと。もともとは金持ちの家に生まれて、うん、こんな人間なんだっていうカミングアウトも、こう、豊富にある。あ、そうなんだ。その意味でアニメじゃなくてね、映画だと思った方がいいですよ。もうあの、似てる映画って言ったらもうアマデウスとかね、その辺のストレートなまともなアカデミー賞クラスの映画だと思って見ないと、うん、アニメだと思って見たらね、全然、あの、なんだろうな、外れちゃう。だから映画館で多分退屈してる人ってアニメ見に行っちゃってるんですよ。ああ、なるほどね、うん。だからもう彼は、要は、うん、そうか。なんかじゃあ彼の中ではそれは恥ずかしいことだったりとかするわけですか？いや、自分の青春だから左翼活動は否定できないんだけど、うん、俺の生まれ育ちもそうじゃないし、俺がやってる今仕事もそこで正当化できないじゃないかって葛藤がフィルムにこう詰まってるんですよ。なんでそこで葛藤するんだろう？お、葛藤しない男。葛藤しない男、ホリエモン。全く葛藤しないです、そこで。なんか。うん。あの、昨日も、うん、ボーカロイドのライブみたいなものを、はい、あの見に行ったんですよ。はいはいはい、で、その、うん、ボカロのうち、はい、ボカロンチ、うん、っていう、まあなんか、シンクロイドっていう技術を開発してる、はいはい、なんか日大芸術学部出身の子がいて、うん、まあその子がやってる、まあライブハウスで初めて彼らライブをやったんですけど、はい、まあ要はなんか、アマチュアがボカロをと一緒にライブをしようとしても、うん、なんていうんですか、こう、まあ、要は下手くそだから、うん、あの、こう、まあ、わかんないです。プロは、クリック音っていうのを、こう、耳にイヤーモニターってつけて、はいはいはい、クリック音に合わせて、完璧にこう、ライブをすることができるんだけど、うん、できないらしいんですよ。うん、あの、アマチュアさんは。うん、なので、その、要は、こう、まあ、下手な演奏って言ったらあれだけど、うん、リズムをこう一定でこう取れない。たまにこう早くなったり遅くなったりとかするらしいんですけど、うん、それに合わせてこうシンクロしてボーカロイドが動くっていう技術を開発していただいて、はい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 、そのアマチュアのライブ見に行ったんだけど、うん、やっぱそのボーカロイドのそのシステムを作ってる子も、なんかそのアマチュアリズムっていうか、うん、こうボカロでその、そうクリックなしでそう MMD をそう、そうシンクロさせる技術、はい、そうシンクロイドっていう技術で、うん、で、それをなんか、それをやずっとやっていきたいんだけど、うん、まあお金がなくて、バイトをしなきゃいけないんだけど、うん、だけど、ボカロイドって、こう、お金を、こう、儲けるのは、なんかちょっとしっくりこないみたいな。うん、おー、はいはいはい。あ、よくある悩み。よく、言うと、なんでそこで悩むのか全く理解できない。で宮崎駿の悩みってそこでしょ。おー、ほう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 。違うんすかね、うんうん。いや、そうとも言えますよ。つまり、
アニメやって、アニメ、なんだろうな、産業構造の頂点っていうのかな、子供たちとか貧乏人からガーッと金集めといて、うん、で、ジブリっていう豊かな場所作って、アニメーターにいい給料払ってアニメ作ると。うん、それ自体は本当はいいことのはずなんだけども、うんうんうん、それをいいことと心から思えない自分がいるわけですよね。なんでそこをいいことって思えないんだ？だって、トトロ。だってみんな幸せじゃない？だってトトロ見てたら、トトロのテーマって子供たちは森の中で自然と一緒に遊べでしょ、うん、でもトトロみたいなアニメ作ったら日本中の保育園とか幼稚園でみんなトトロの上映会やって遊ばなくなるんですよ。そうそうそう。だから本人にしてみれば、その自分が言ってることと現にやってることの影響が矛盾してるわけですよね。うん。うん。それは古典的教養人、左翼としての宮崎駿は悩みますよ。そういう引っかかりない？全くない。いや、じゃあ自分の中にないとして、宮崎駿の引っかかりを分かってあげる感じない？人の心ないって俺聞いてんだけど、さ なんでそこで悩むのかが理解できない。一体、彼女とどういう話してんのよ。そういうところでこう、男女で論争になったりしない？することもありましたね。はいはいはい。あ、遠い目。だけど、うん。あれは、僕の考え方は基本的に変わらないんで。はいはいはい。でもやっぱりそれに賛同する人もいますよ、ね。うん、冷めてるとか冷めてないとかじゃないと思うんだよ、ね。だって、何が悪いんですか？お、そこの、うん、要はつまり、なんでそこで、人間なんて矛盾してた当たり前だし。はいはいはい。いや、矛盾してた当たり前だけど、矛盾が自分の中にあるからしんどかったりするわけでしょ？全然しんどくないですよ。そうか、うん。そうか。全然しんどくないですよ。うんうんうん、これも俺だし、これも俺だし、みたいな、うんうんうん。自分の中に相反するものがあったとしても、うん、もうそれはなんかタイムシェアリングしていけばいいのかな。ああ。なるほどな。早くにそういうあったら。はい。宮崎駿に実際に会ったらそういうふうに言います？でもこのぐらい悩んでるみたいだけど。僕はめんどくさいんで、うん、あんま絡まないと思いますけど。うん、でも鈴木さんってそういうタイプの人じゃないですか。うん、僕鈴木さんとは結構普通に話せました。うんうん、そうだと思う、そうだと思う。はいうんうん、鈴木さんとは話せました、ちゃんと。はいはい、僕だってジブリの熱風に書きましたよ、うん、なんか、はいはい。鈴木さんとは絶対話し合うと思うけど、はいはい、宮崎駿ってその対極にいる人だから、反対側にいる人だから、うんうんうん、だから鈴木さんは、鈴木敏夫プロデューサーはそのジブリのアニメが、その、稼ぐことにしても、メジャーになることにしても、うん、その、ジブリの宣伝でどんどん押していって、本来だったら見ないような人まで映画館に来されることに関しても全然抵抗ないと思うんですよ。うん、でも宮崎さんにしてみれば、本来子供たちが見るアニメを、その二十歳超えた人が見に来るという事態、こと自体が、なんかちょっと自分としても引っかかるでしょうね。それでも引っかかってんです。それにも引っかかってんです、うん。だって子供映画だから。漫画映画だし。うん。なるほどなぁ。だからその今、清濁合わせ飲むって言葉が出たんですけども、清濁合わせ飲むと人間っていうのはなんかこう、ちょっと苦しげな顔になるっていう常識があるので、うん、そこで葛藤がないっていうふうに言われるとみんな、なんでっていうふうになるんですよ。なんでだろう。逆になんであるんだろうみたいな感じですか、ね。ああ。昔分からなかったの？昔からないですね。本当？で割と結構、早いうちに、そういうのが、うん、はい。なんだろうな。まずだからそういう発想にならなかったですよね。うん、まあ、葛藤する必要あるのっていうふうに書いてあるんだけど、まあその通りで、ないといやないんですけどね。うん、その、なきゃ。何について葛藤するんですか？何が、だって別にみんな幸せだったらいいじゃないですかっていう。うんうんうん、みんな楽しければいいんじゃない？みんな楽しければいいか。ああ、こうあるべきだっていうのがあれば、みんな楽しければっていうのはみんなの現状肯定でしょ、うん、でも宮崎さんっていうのは理想があって、こうなるべきだっていうのがあるから、みんな楽しいって言っても間違ったら楽しいだ。ああ、なるほど。そうじゃなくて、こうなってほしい。まあ、おしがましいんじゃないですか。まあ、理想があるって言ってあげましょうよ、年上なんだし。僕は逆に、あれなんですよ、うんうん。押し付けがましいっていうか、うん、僕はこうなってくれてればいいんですけど、うんこれ結構でも大事な話だと思うんですよね、うん。意外とみんななんかこういうところでぐちぐちやってて世の中が停滞してたりとかするから、うん、私は、うん、その、こうなるべきだとは思わないわけですよ。うん、こうなってくれたらいいな。うん、君たちはどうするみたいな、うん。俺はこういう未来がいいんだけど、うん、どう、うん、
それだ、まあ、確かにそれだったら、それは別に今が、うん、間違って、俺としては嫌だけど、うんうん、でもそれはほら、やっぱり皆さん、ね、皆さんの中のこう、うん、主観的な正義みたいなものがあるから。うんうん、じゃあもう、選挙の結果には、もう、それは従うし、多数決っていうのは原則大賛成。いや、まあ従わないですよ。従わないというか。従わないよ。別に俺は勝手に従わなかったりとかするだけですけど、うんうん、勝手にやればみたいな感じですけど。つまり皆さんのいいようにでしょ。そう、そうです、うんうん、そうです。だから僕はなんか、うん、じゃあわかんないですけど違う地域で行きますとか、うん、できるだけ関わらないように。今ちょっとなんか政治があんまり良くないからちょっと逃げようかなみたいな。だから要は戦争が起きてね。じゃあそれはだから例えば日本が戦争してた時期があるわけじゃないですか。絶対逃げますよ、ね。はい、はい。あの、第二次世界大戦中とか、僕多分、はい、どこだろうな、うん、なんか中立国っぽい感じのところに逃げてますね、はい、多分。確実に。うん、日本人が迫害されないような。その時に、逃げれない人の気持ちってわかります？逃げれないというのは、あの、能力として逃げれないんじゃなくて、うん、気持ちとして逃げられない人。うん。だからその気持ちがあんまりわかんないんですよ。ああ。逃げればいいのになって、あの、だからそれブラック企業から逃げないっていう人の、うんうん、あ、そこに繋がってくる。あ、そう、同じでしょ。うん、まあ、大小、あ、なんか大なり小なり違うところある店を、うんうん、これは同じだと思うんですよ。じゃあ、国家に対する自分の責任ってない？ない。お、はい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 。何人ぐらいのグループだったら自分の責任ってあるの？いや、ないんじゃないですか。例えば、結婚して子供できて、はい、で、子供がどうも好きになれないと。うん。うん、で、その場合、家庭から逃げる。これたった3人のグループでも、2人を見捨てて1人になる？見捨てはしないですよね。見捨てはとか経済的には支援するけど、うんうん、経済的には支援するけど、別れるとかね。うんうんうん、まあ今実際そういう状態に僕はなってるわけですけど。ああ、はい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 。じゃあ、別に子供が嫌いだったわけじゃないですよ、うんうんうん。奥さんがちょっと苦手だなと思って、離婚したわけですけど、うんうん、ちゃんと養育費は毎年払って、うんうんうん、毎月払ってると。うんうんうん、じゃあ、さっき言った国家の場合は国家が決めたことをやったことで戦争とか始まっちゃったら、その場にとどまったりせずに逃げると。逃げる。で、次にその組織がもどん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 小さくなってきて、家族レベルになってくると、うん、まあ経済的な責任だけ取って、やっぱり自分は逃げる。それは苦し、いや、それは葛藤ないですよ。うん。うん、で、それに対して逃げちゃダメだって考え方の人もいるでしょ？なんで？なんでですかね。逃げればいい。ああ、逃げればいい。俺、そこで引っかかっちゃいますね、僕は。うん。なんで養育払うかっていうと、はい、養育払ってた方が、圧力がないから。トラブルがないから。自由になりやすいから。トラブルもないから。うんうん、トラブルないし、うん、後でなんか、後ろからこう刺されることもないし、うんうんうん、すごくいいですよ、うんうんうん、それ、その方が絶対いいし、うん、別にお金で解決できることであれば、うんうんうん、そんなんね、そんなもん、なんか、うん、金なんか別になくなったっていいわけだから。それより自由の方、自分の生き方の方を優先する。生き方の方を優先するというか、いいね、縛られない方が大事なわけですよね。経済的に縛られるほどバカバカしいことはないですよね。その時、はい、子供が泣いて、お父さん行かないでって言ったらどうするんですか？まあ別に、たまに会えるからいいんじゃないの？説得するんじゃないですか？頑張って。本当にそうなると思う、自分で。いや、なんかそこまで行ったら俺立派立派。すごいな。いや、ドライすぎるっていうか、なんだろう。うん、まあでも結構、人間って、なんかちょっとしたら、ケロッとしちゃいますからね。うん、なんだかんだ多分ね、その、堀江さんがドライで冷たく見えてると思うんですけども、うん、自分がそうだってことは他人にもそうであるってことを許してるってことでしょ、うん、つまり、奥さんが全く同じ理由で自分と子供を捨てるのも構わないし、ってことなんですよね。うん、まあ僕は抵抗しますけどね、はい、もし抵抗するんだったら。そうだったら、その他も愛情があるとしたらね。うんうんうん、抵抗はするけど、まあそれダメだったら、ダメでしょうがないんじゃないですかね。うんうん、なるほどなぁ。じゃあそういう葛藤みたいなものが根幹にあるドラマっぽい映画ってあんま好きじゃない？いや、好きですよ。おう。うん、なんか観察するような感じ？みんなそこで悩むんだとか。俺だったらこうすんのにとか思いながら見るの？例えば、うん、トンビっていうドラマがあって、僕結構好きなんですよ。トンビって原作を見たんですよ。あれなんかまさに、うん、その、地方から出られないお父さんと、うんうん、
割とこういい感じの超いい息子との、うんうん、要は親子の絆の話なんですが、はいはいうん、で、うん、すごいなと思いながらもうやっぱ感動はしますよ。おお、感動するんだ。感動はしますね。その心情だったら感動しないと思うんだけど、やっぱしちゃうわけですね。フィクションだからですよ。フィクションだから、うん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 、俺もしあの立場にいたら、うんうん、完全に親父無視して、うんうん、なんだけどもそれができない主人公に感情移入しちゃう。感情移入はしないんだけど、うん、感動はします。感情移入しないけど感動する、うんうん、だからうわすっげえこの人ってすごい立派な人だなと思うんだけど、うん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 、俺にはできねえっていう。はどうしようね。風立ちぬからこっちの方の話になってるね。でも、まあ見てない映画だからこれぐらいで感じですよ。でもそこ大事な話じゃないですか。はいはいはい。うん。そうだと思いますよ。そう思いますよ、うんうんうん。なんかそのブラック企業に関して、ほら、ツイッターで一時期すごい炎上してたじゃないですか。うん、辞めればいいのにっていうの、うんうん。僕も基本辞めればいいのにって思うんですけども、その辞められない人の気持ちっていうのをどこまで測った上でそれを言うのかっていうのが、うん、でも気持ちはわからないけど、うん、説得するのもめんどくせえからしないっていう、うん、だって説得する人、うん、そういう人って要は、うん、理屈じゃなくて感情なわけで、はいはい、感情って思い込みだったりとか、うん、擦り込みだったりとかするわけで、うん、それを変えるのって結構大変だから、うん、で別にその気持ち、その気持ちに、なんだろうな、その気持ちっていうのは、うんまあ、要はそれまた合理的な話をすると、うん、単なる刷り込みだったり単なる思い込みだったり、はいはい、感情的なものだったりとかするわけで、はい、それって、うん、こうなんそう、それこそカルトの手法だって書いてあるんだけど、はい、その宗教的なものと多分一緒なんですよ、うん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 、だからいくら言っても、うん、逆にこっちが悪者扱いされて、うん、するだけじゃないですか、うん、だから僕はもうできるだけかからんとかからない、うん、で、できれば、その自分の身内とかは、そういう風にならないでほしいな、とは思いますけど、うんまあ、なってしまったら、まあどうするか、ちょっとわかんないですね。でも、それでもやっぱり、ツイッターでブラック企業に関して、語っちゃうわけですよね。本来だったら、そこで何も関わらなかったり、別に、いや、僕はだから、研究テーマとして、興味があるんですよ、すごく。ほうほうほう。なぜなんだろうなって突き詰めて考えて、うんうん、ある程度のこう、結論が出るのが楽しいんですよ。うん、議論をして、うん、ディベートですよね。はい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 。うん、だ単なるディベートをしたいだけで。うん。でまあ、だんだん僕の中で整理はできてるんで、はい、いいんですよ。はいはいはい。まあ、結局そういう問題なんだなと、うん。だから別にね、どっちが正しいってこともないし、うん、じゃあまあ別にいいんじゃないの、感情。まあ感情もね、生きていく上では大事なことですから。うんうん、感情も生きていく上では大事なことですけどって、エクスキューズがすごいよね。いや、でも感情は大事なことじゃないですか。うんうんうん、だからそれを、その、いや、国家に縛り付けられてる感情があるんだったら、それはそれで、うん、まあ僕は別に、その、尊重まではいかないけど、うん、まあ、あえて変えるのもめんどくさいから変えないけど。の女の子とか好きになるとき、どういうプロセスで好きになるの？女の子を好きになるときは、やっぱり感情なんじゃないですか。感情、うん。それは自分の中に感情あるわけですよね。あるあるある。はいはい。うん、で、それは、まあちょっと、ベタに話聞くけど、相手が自分のことを好きかどうか確認してから、安心して自分のこうゲートを開くの。いや、開かない。もう僕はもう。一方的に自分の方から好きなの。はい、はい、はいはい。で、もうそうです、うん。でもそれも思い込みなんですよ。うん、ほんほん。結局。うん、ほん。思い込み。うん。まあただ、要はそれって、割とこう、本能的な部分もあるにせよ、うん、やっぱり、思い込みとか刷り込みなんですよ。うん、うん、うん。だから僕にもあるんですよ、そういうところって。うん。うん、その思い込みとか刷り込みは大事にしたいんでしょ？自分の。例えば、ロケット好きとか、うん、それも思い込みじゃないですか。いや、それはロケットに関しては、未来があるとかさ。ロケットが好きなんじゃないですよ。うんうんうん、じゃないの、うん、言ったじゃないですか。それは僕は輸送手段としてのロケット。うん、いや、それもあるんだろうけど、うん、輸送手段としてのロケットとかそういう、なんだろう、こういうふうにやればうまくいくのにという以外に、単に好きっていうのが、いや、ロケットって物が好きなわけじゃないんですよ。ほんほんほん。とか、仕組みが好きなんじゃなくて、うん、多分、そのロケットを作って、うん、飛ばした時に気持ちがいいっていう。うん、なんか、こう、みんなで物を作り上げて、うん、わーって、こう、結果が出るっていうのが好きだってことで
ですね。だから別にロケットじゃなくてもいいんですよ、それは。うん、ただ、ロケットはその、なんていうのか、ロケットがこう安くバンバン打ち上がりになったら楽しい未来が待ってるっていうのもあったりとか、いろいろなものがあっていい、まあカタルシスとかってありましたけど、まあカタルシス的なもの、で、まあ一番手っ取り早くて、こう、何、こう、わかりやすいってものがロケットだったっていうだけで、その、ロケットにこだわりがあるわけじゃないです。ロケットってものに関して。なんかさ、そういうふうにさ、すべてが、説明可能なパーツで作って、ちゃえるの自分の心の中を。だんだん説明をしていくようになりましたね。だから恋愛ってでも難しいですよね。それをその、なんていうのかな、こう。そうですね。難しいですよね。だから一番結構根源的な、あれじゃないですか。こう、欲望というか、欲求だから。それしかも本能に、ものすごいこう、密接に、食欲とか。またこの本能とか言い出して、組み込み出すと、説明可能になっちゃうじゃないですか。なんとなく心理学っぽくとか、まあでも動物学っぽくとか、実際に性欲と愛情って割とこうみんなまたそれなんか言うけど、いろいろ言う人いるかもしれないけど、密接にこう関わり合ってるのは間違いないじゃないですか。なるほどな。で好きになったらまず自分から好きになるわけですよね、相手のこと。だから、なかなかだから、いわゆる損切りができないですよ、ね。損切り、損切り、ちょっと待ってね。この前の損っていうのは、なんだろう。どんだけ好きになったかっていうのを、ああ、相手は自分のことをもうこれ見込みないんだってことで諦めるのがこの場合の損切り。そうです。はい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 。損切りができない。先になっちゃうからね。できないです。恋愛の損切りって概念、初めて聞いたけど、なかなかいいな。僕最近恋愛工学を学んでるんで。恋愛工学、はい、はいはいはい。藤沢和樹さんっていう人がやってるメールマガジンなんですけど。はいはいはい。面白いんですよ。ほう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 。スタティカルアビトラジーとか、なんだ、なんかいろいろあるんですよ。ワードがちょっと出てこないですけど。はいはい。はい、それ、じゃあそれでやると、いい恋愛っていうのはどうなるんですか？いや、いい恋愛っていうか、はい、恋愛、彼は結構藤沢さんは割と恋愛に関して僕みたいなアプローチを、僕は他の分野でやってるアプローチを結構恋愛に対してガンガンやってきてるんですよ。はいはいはい。セックストリガーとか、はいはいはい。例えば、なんか女子と、その、あれですよ、女子をまあ落とすときに、はい、その、もうとにかく1回目で、はい、例えば一緒にね、うん、自宅に帰りました、お持ち帰りしました、あるいはホテルに行きました、そこでセックスをできなかった、まあ射精できなかった、はい、そこで割とセックストリガーを引いてしまえば、はい、割とこう自分のことを好きになってくれる確率は高く、相当高くなるんだけれども、そうではなくて、あ、前スパで連載してた人、はいはい、そこでできなかったら、今度は、うん、セックスをこうできなくなる、もう二度と次から口も聞いてもらえなくなるぐらいになってしまうっていうような、ことを、まあ言ってたりとかね。うん、まあそれに関してはもしかしたら実践できるのかもしれないけど、フレンドシップ戦略とか、はいはいはい、紐手コミット状態とか、ね、はいはいはい、そういう言葉があって、はいはい、紐手コミットとは一番まずい状態で、まあ僕もよく陥るんですけど、はい、陥るんですか？そう、紐手コミットってどういうことかというと、はい、要は、誰かのことを好きになる。うん、好きになると、うん、その人のことしか見えなくなるわけですよ。はいはいはい。で、他に分かんないです。例えばセフレがいたとしましょう。はい、何人かセフレがいたとしても、はい、もうセフレとのセックスなんかどうでもよくなるわけですよ。はい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 。いくらそのセフレとセックスをしてても、それがいかにいい女だとしても、モデルとかタレントだったとしても、はい、もうどうでもよくなるわけですよ、はい、それが。うん、っていう状態。うん。それが紐手コミットメント。そう。はい。紐手コミットでその好きになって、セックスもさせてもらえない女にずーっとハマっちゃうわけですよ。うん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 。で、他の人ともセックスしなくなるから、はい、よりこう、うん、なんていうのこう、モテないオーラがどんどん出てきて、さらにモテなくなって、さらにその人にこう好きになってもらえなくなるっていう、ような状態を紐手コミット状態って言います。はいはいはい。はい。まあ、ある意味、一途と言えば一途ですよね。でも、はい。意外と、はい。その状態、うん。が苦しいんですよね。まあ、確かに苦しそうだけども。そう、紐手のデブレスライスパイラル。オリエンタカフミは、そういう、なんだろう、恋愛工学を駆使して恋愛したいの？
恋愛工学はできれば取り入れたいですよね。うん、だから取り入れるとこれまでの例えば2013年前のホリエモンとその後のホリエモンではどう恋愛アプローチが違ってくるの？例えば女の子に対するアプローチ違ってくるんですか？いやだからその苦しい状態が少なくなるっていう。例えばひもてコミットに陥らないように、うん、例えばですよ、はい、別に僕はそうしてるってことではなくて、はい、誰か好きな女性がいました、うん、その子に対してすごくコミットしてます、うん、はいはいはい、でもひもてコミットに陥らないように、うん、他の女性ともセックスをします。はい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 。じゃあこれまでは一人の女の子を好きになったらその子ばっかり見えちゃう、いわゆる紐手パターンに入ってたのが、うん、これからはそういう自分から持てないような状況を作るんではなくて、適当に周りに散らしておいて、いやだから自分は持てるんだぞ、うんうんうん、お前にコミットしてるわけじゃないぞっていう風に見せないといけないです、うんうんうん、見せるだけでもいいんでしょう。それは持てるのを目的としてるんであって恋愛が目的じゃないですよね。いや恋愛が目的ですよ。だって、はい、要は片思いなわけじゃないですか。はい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 。で両思いになるのってこれまた感情なわけですよ、ね、うんうんうん、感情じゃないですか、うんうんうん、だってある日突然なんかこう振り向いてくれたりすることってあるわけじゃないですか、うんうんうん、あんまりないけど、うん、それはみんなだからひもてコミット状態に陥ってるからそうなんですよ、うんうんうん、だからひもてコミットに陥らないように、うん、そういうふりをする。でも今ちょっとコメントでも流れたんですけど、片思いも恋愛ですよね。片思いも恋愛、つまり貧相な両思いと、うん、かっこいい片思いがあったらかっこいい片思いの方がいいかもわかんないじゃないですか。よくないと思います。よくない。はい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 。それはい、それってなんか童貞的な発想じゃないですか。いやだからそれはつまりそれは両思いではなくて、まあそのセックスできる関係っていうのを利益というふうに考えて、うん、そうじゃなくて自分の思いだけが募ってるのは赤字っていうふうに考えるとそっちの考えになると思うんですよ。ところがそれは、モテの考え方であって恋愛じゃないですよね。恋愛っていうのは例えばそのなんだろうな、俺あの恋愛映画でかなり好きなんでストリートオブファイヤーっていうのがあるんですけど、あれなんか最後主人公たちは結ばれないんですよ、うん、もう別々に生きていくんですよ、ね、いやいいんですよ、映画の世界だったらそれでいいんですよ、はい、おー、はいはいはい、ファンタジーというかフィクションなんで、うんうんうん、それをこの傍観者として見るのは、うんうん、もうかわいそうだなこれって思いながら見るのはいいんですよ。それさっきの宮崎駿の話と同じで、うんうんうん、トンビとかと一緒で、うん、俺は絶対こうはならないけど、うん、こうわーかわいそうだなとか、うん、大変そうだなとか、うん、お父さん不器用だなとか思うんですけど、うん、だけど自分は嫌なんですよね、うん、そうなるのは。自分はこのモテの方がいい。いいに決まってるじゃないですかそんなの。そうか、うんうんうん、やっぱその今の話でやっぱ恋愛とモテと対立軸にすると僕はすごく分かりやすくなるんですけども、うん、うん、そうか。でも恋愛は成就した方がやっぱり嬉しいですよ、うん、さっき言ったそのだって俺ね結局思ったんですよ、うんうん、結局感情とか思い込みとか、うんうん、その擦り込みとかだったりするから、うん、恋愛って、うんうん、結局はね、はいはいはい、だから例えば僕10年ぐらい前に好きだった子が、はい、今見たら今、はい、まあが今好きかっていうと、うん、好きじゃないですよやっぱり。うん、なんでこいつのこと好きだったんだろうなとか、うん、思うよね。ほらやっぱそうでしょみんな、うんうん、ほらみんなそうでしょ。いやみんなそうかどうかわかんないけど、いやいやほんとそうであって、うん、うんうん、アンケート取りますか。いや別にいや、うん、まあだからなんか年を食ったらとかそういう話じゃなくてさ、うん、いやだからその時との自分と今の自分は違ってるって話でしょ。いや今の自分が違ってるっていうか、だってその時の自分はその女の子好きだったんだから、うん、で今見たらあれどこ良かったんだろうっていうのはその時の自分と今の自分がもう違うんだから、うん、好きじゃないのは当たり前じゃないですか。まあそうなんですけど、はい、だったら成就した方がいいじゃないですか、うん、ほう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 、成就した方がいい、うん、うん、いやあのね基本的に片思いか両思いかって言ったら両思いの方がいいっていうのは僕もそう思うんですけども、さっき話してたかっこいい片思いと、なんだろうな、情けない両思いだったら、かっこいい片思いの方がいいな。
つまり、かっこいい思いの方がいいじゃないですか。いや、そりゃそうですよ、うん。それ言い出したらそうなるんですよ。うん、だからそれ言い出すと、すね、その、ゼニカルの話に近くて、黒字が多い方がいいにどんどん近くなっていくんで、うん、その、恋愛とモテを対立軸にしたのは、そっち行くとモテの話になっちゃうんです、うん。そうじゃなくて、いい恋愛っていうのはどういうふうなもんかっていう、こんなことにちょっとずらそうしたけど、これちょっと難しいからやめとこう。まあでも、裏でカレカンのやってるからこんな話してるんだっていう、勘ぐるやつもいるし。でも、そんな感じなんですよ。はい。だから、まあ、できるだけね。うん。うん、じゃあもう、風立ちぬ早く見て。はい。感想すごい聞きたい。そうですか。そういうのが、やっぱ見なきゃいけないですね。アニメ技術としては本当に頂点。うん。ですよね、うん。まあ、頂点という意味ではもう、ポニョのあたりからすごかったんだけど、ね、はいはいはい。全然ね、なんか、老いて、衰えないのが、すごいですね。お、片思いはしんどいわっていう。あ、面白いな。片思いはしんどいですよ、はい、僕だって何回も片思いしてきましたからね、はいはいはい、人生の中で、はい、片思いの連続ですよ。ずっとあの今日の質問であったやつで、だいたい十何年後とか20年後とか見ると本当がっかりしますけどね、本当、うん、俺の5年間を返してくれとか、はい、すっごい思う。返してくれって思うの？思う、まあ、正直思う。そうなのか。うんうんうん、うんうん、片思いしてる期間損？じゃあ後で振り返ると、つまり片思いしてたんだけども10年後ぐらいに今その女をもう一回見たらあれって思ったらその10年間は損になっちゃう。面白いな。これも面白いな。いや、そうですか。そんなことないですか。めっちゃ面白い。もう恋愛論書いて。僕恋愛本書いてますよ。書いてんの？はい。知らなかった。本当のお金持ちと結婚するルールっていう。あ、そっちのサイト。いいよ、今上にアマゾンリンク貼っても。本物のお金持ちと結婚するルール。ルール何なんすか？はい。あ、ルール。まあ、うん、一番簡単な話で言うと、うん、まあそれはなんかその編集者の子がそういうのと結婚したいみたいなこと言ってたから、はい、別になんで金持ちと結婚したいのかよくわかんないんだけど、はいはいはい、本当に結婚したいんだったらこういう風にすればいいんじゃないの、うん、っていう話をしただけの話であって、うんうん、まあ一番簡単なのは弱ってる時に、うん、もういきなり弱ってる時にから始まるわけね、うん、弱ってる時に近づけって言うんだけど、いきなり弱ってる時に近づくのは難しいから、うん、まあなんかよく言うわけですよ。私が一番手じゃないと嫌だみたいなこと言うんだけど、ね、二、うん、番手でもいいじゃないかと。三、うん、番手でもいいじゃないかと。いいか、うんうん、だから、とにかく継続して付き合ってろと。はい、はい、はい。で、そいつが弱る時があると。で、だし、うんうん、要は二番手、三番手でも、うんうん、嫌な女と、に時間を割いたりしないから、うんうんうん。少なくとも君は嫌われてない。うん、どっちかっていうと好き。うん、すごく好きじゃないかもしんないけど、うんうん、どっちかっていうと好きフォルダーに入ってます。どうしよう。俺言ってることすごいわかるわ。どうしよう。で、うん、で、要は、好きフォルダーに入ってる。うん、はいはいはい、相手は、要は、そのお金持ちの人はどうなのかっていうと、うん、やっぱり感情の生き物だから人間って、うん、感情とか擦り込みとか思い込みだから、うんうん、例えば、弱る瞬間って絶対誰でもある。あるある。うん、どんな絶頂に来てる人でも、うん、こう谷は必ず来る、うんうん。ね、ずっと上り調子の人なんてほとんどいません。つまり、もう、すごい優秀な物件っていうか、やつであっても、うんうん、一時的に値が下がるときは必ずあるみたいな。あるあるある。買い時があると。そう、買い時がある。で、買い時の時にそこで、うん、その、買う権利っていうのを持ってるために付き合ってるっていう性を持ってないとダメだ。そう。そこで大体、一番手のやつって逃げていったりするわけですよ。うん、ああ。つまり一番手っていうのは、例えばその男の価値を、うん、あえて、まあ、値段で表現するんだったら10億の男だったとしましょう、うん。10億の男の時と付き合ってる一番手の女っていうのは自分も10億の女だと思ってるから、そうそうそう。その男が5000万になった瞬間にそれはもうパッと損切りしちゃうわけ。しちゃう可能性が高いよねって、うん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 。しないすごいいい子もいますよ。もちろん。もちろんいます、うんうん。もちろんいる。そういう子も結構いる。なんでこう、半笑いしながらエクスキャンに入れてくるの本当にいるの？いる。おうおうおう。それはいる、うん。それは本当にいる、うんうんうん。だけど、そうじゃないケースも結構あるし、はいはいはい、そういう時に、うん、やっぱり優しくしてあげると、うん、やっぱりそうスイッチが入る。男としてことがある、うん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 。つまり、俺が弱ってる時に助けてくれた女が本当の愛情を持ってるんだっていうふうに考えがちになる。そう。その、刷り込まれる。そう。うんうん、人生で結構僕そういう人いっぱい知ってる。人生でいつ頃が一番弱ってたの？
僕は上場する前。ああ、じゃあその時期のホリエモンが一番買い時だったわけ。その時結婚しましたね。うん、ああ、はいはいはい。やっぱすごい弱ってましたね。すごい弱ってた。で、その後捕まった時ですよ、ね。その後捕まった時。そうか。でも捕まった時は、やっぱり、それ経験があったから、うん、すっごい言われたわけ、それを。うんうん、それを誰が言ったかっていうと、うん、サイバーエージェントの藤田くんが言ってたわけですよ。うんうんうん、今、お前弱ってると。いやいや、お前、あの、弱ってる時に結婚しちゃったよね、っていう、うんうんうん、みたいなことを言ってて。うん、でも、そう、その通りだ。でもやっぱ弱った時に見つけた女っていい女が多いですよね。なんだかんだ言っても。いや、そんなことないですよ。そんなことない、うん、強気の時の女って離れていくわけでしょ、でも、基本は。うん、それは思い込みですよ、ね、うんうんうん。それは別に関係ないですよ。関係ない。うん、それは関係ないです。で、お金持ちと結婚する方法は？いや、だからずっとそうやって、はい、あの、はい、まあ、2番手でも3番手でもいいから。つまり、金持ちの男と結婚したかったら、そいつの本命になろうとするんじゃなくて、うん、もう2番でも3番でも4番でもセフレでもいいから、そいつとずーっと繋がっていって、弱ってたところにアプローチしろと。そう。ということは、その女の子も、当たり前だと同時にいくつもの物件にアプローチすべきですよね。まあまあ、そこまでやると、ちょっと、なんで？まあそこまでやると。そのホリエモン思想、女の子に適応さ、そうなるじゃん。まあまあそうですよ。うん。じゃあ、まあ、そこまで、絶対そうやってるわけでしょ、まあ、そこまで、うん、その、何、あの、割り切れるんであれば、全然 OK ですよ。それでも、うんうんうん。それでもいいですよ。全然。うん、愛情を、こう、埋めてくれない、うん、その本命が埋めてくれない愛情を、ちょっとなんか、そのシェフレの男で、こう、うん。いや、じゃなくて、その、ね、高い目の男の2番目、3番目の女に次々となっていけばいいわけでしょ？いやでも恋愛って、それはやっぱりほら、思い込みと感情だから、一番って以外は、ないでしょ、うん。だって男の方はいけるわけでしょ？だって、今話で言った男の方は、2番手、3番手、4番手の女がいるわけじゃないですか。でも、1番手が、要は不動の1番がいて、あとはその他大勢ですよ。うん、うん、あ、番手は、あるようで、一番手がバーンってあって、2、3、4ぐらいな感じですよ。じゃあでもその男が、なんか弱ってる時って、それが去っていく確率が高いわけじゃないですか。だったら、一人の男、例えばその、なんだろう、誰でもいいですよ。ホリエモンでもいいんですけども、が値打ち高い時に、2番、3番でもいいわって付き合ってっていうのを、サイバーエージェントの藤田さんとか、いろんな人に対してやってたらいいわけですよ。でも、要はだから、恋愛って思い込みと感情だから、じゃあ、堀江が好きだって言ったら、もうそれでやっぱ思い込んじゃうでしょ。思い込まないようにするんですよ。そこを堀江も哲学に入れて。いや、それは、僕そんな哲学じゃないですよ。うん、いや、だって紐でコミットにならない話っていうのは、単純にその、男の場合特に性欲って大事で、射精って大事じゃないですか。だからそういうのを、だからずっと射精してなかったりとかするとダメだし、オナニーだとやっぱ精神的に満たされないから、だからセフレとやりなさいって話があって、別にセフレはあくまでもセフレで、そいつの一番手になろうと思ってるわけでも何でもないわけですよ。うんうんうん、そういうことですよ。すごい。そんな本書いたの？いやいや、まあ、そこまで、あからさまには書いてないですけど。うんうんうん。うん。だから、いや、で、僕結構美しい話だと思いますよ。一番手に、一番手の人をずっと思ってる話じゃないですか。あのね、風立ちぬってそういう話なの。あ、そうなの。一番手が飛行機の男を愛してしまった女の話なの。うん。一番手が飛行機って言ってもいいし、夢って言ってもいいし、自分のやりたい仕事って言ってもいいんだけども、日本人の男としてよくありがちな仕事一番、嫁二番っていうのあるじゃないですか。そういう古典的な昭和的な男を好きになってしまった昭和の女の話なの。だからそこで言えば、感情移入できないかもしれないけど、やっぱ感動はあると。うん、そうそうそう。うん、まあまあなんか、だいたいイメージできますね、それは、うん。感動しそうです。感動しそう。よかった。じゃあ、2番目の話題行こうか。はい、お疲れ様でした。無料動画ここまでです。この対談ですね、まあ普通に見てるだけでもですね、まあみんな知ってるホリエモンって、まあいかにもホリエモンらしい発言なんですよね。つまり、ホリエモンっていうのは割と何でもクールに割り切って、まあいちいち感情にとらわれて葛藤することはあんまりない、合理的な人間みたいな捉え方なんですけども、ところがですね、今の話をもう見てもらって分かる通りですね、よくよく話を聞いていくとですね、ホリエモンの中にも不合理な部分というかですね、辻褄が合わない部分がこう割とあるんですよね。で、特に動画の後ろの方でですね、語っていた恋愛観というのがですね、かなりこう不思議な変な恋愛観だと僕は思います。
ホリエモンという人はですね、自分の話の中に、何でしょうね、筋を通そうというかですね、合理的にですね、ついつま合わせようという欲求がすごい強いから、だから著作とか講演とか聞いてるとですね、すごいこう、まとまって聞こえるですね、もう本当に頭からおしまい、きれいに理屈がさーっと通ってるんですよね。だから割とまあ矛盾なのない合理的な話っていうのをよくするんですけどもですね、ところが相手の答えに、対してさらに質問を加えたりですね、角度を変えて、どん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 ホリエモンをですね、いろんな方向から聞き直しする、その、問答っていう形ですか。一方的に話聞くんじゃなくて、問答で形を取るとですね、割とですね、矛盾したものがいろいろ出てくるんですね。で、そういう矛盾っていうのは僕は人間的な味とか癖だと捉えてるんでですね、そこら辺に彼の、魅力があるんじゃないかなと思います。いつもならですね、ここから先は有料動画っていうふうになるんですけども、今日の動画はこれでおしまいです。また明日、明後日もですね、ホリエモン特集の動画を上げるので楽しみにしてください。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。